ジュゼッペ・マッツィーニ青年ヨーロッパは1834年にイタリアの思想家ジュゼッペ・マッツィーニが創始した政治結社。イタリア語読みのジョービネウーウローパという故障もしばしば用いられた。カルボナリを通じての国際運動に限界を感じていたマッツィーニは新たな反ヨーロッパ的視野を持つ共和主義団体を作る必要性を感じていた。これにイタリア本国は無論、 ドイツ・ポーランド・スイスなどの知識人がこうし、1834年に青年ヨーロッパ党が結成された。青年ヨーロッパ党の特徴はその文献性にあり、中央集権的だったカルボナリとは違って、活動地域ごとに独自の下部組織が形成され、青年ドイツ党、青年ポーランド党、青年スイス党、そして、 青年イタリア党などが活動を行った。青年ヨーロッパの本部はスイスに置かれ、1835年から1836年にかけては青年フランス党が形成するに至ったが、1837年に青年ヨーロッパが各国に根を張る前に、スイス当局によってスイスからも退去することを命ぜられ、青年ヨーロッパ党が 具体的な政治的成果を上げることは叶わず、ロンドンへ亡命しチャーティスト運動に接した。フランス革命以来、フランス中心主義が蔓延していたヨーロッパの共和運動で、青年ヨーロッパ党がそれぞれの地域ごとの革命運動を支援したことは歴史的に大きな意義を持つ。マッツイーには、共和主義、民族主義の伝道者としてのフランスはすでに役目を終えており、 むしろ諸住民の革命がフランス政府の外交的影響下に置かれる危険性を指摘している。彼は諸国民にはそれぞれの使命が課せられていると述べ、我々の不祖は誰も猿真似はしなかった。彼らは彼らの時代の子であった。と説いている。ありがとうございます。